今回はさつまいもの飴炊きの作り方を紹介します。食材を揚げ艶やかに飴がけしたものをバースーと言います。バースーは糸を引くという意味があり、作りたての飴を引くと糸のようになる様子を表しています。日本で有名な大学芋よりも表面がカリカリしていて糸を引くのが特徴です。それでは作っていきましょう。小さめのさつまいもを1本使います。まず半分に切り、5センチくらいの長さに切ります。それを棒状にして切り分けていきます。切り方は乱切りなど切りやすい形でも OK です。1個ずつ面取りしていきます。面取りすることで型崩れや焦げを防ぐことともに仕上がりの良さは違ってきます。切ったさつまいもは水洗いしてでんぷんを流します。表面のでんぷんをしっかり流すことで揚げた時にカリッと仕上がります。油を180度に温めさつまいもを揚げていきます。弱火にしてじっくり時間をかけて揚げていきます。気泡が小さくなり浮いてきたら揚げ上がりのサインです。ここで油から引き上げます。ここではまだ少し白っぽさが残っている感じです。油の温度を上げていきます。二度揚げしていきます。表面をカリッとさせ、きつね色になるように仕上げます。しっかり色づいたら取り出します。飴を作ります。水大さじ3を入れます。砂糖を大さじ7入れます。火は中火にして、砂糖水をお玉の底で混ぜていきます。少し弱火にして、さらに混ぜます。だんだん水分が蒸発して白くなります。濃度が出てきています。ねっとりした音になり、鍋に貼り付くような感じになります。水分がほとんどなくなり、粘りが強くなったら揚げたさつまいもと絡めます。ここから一気に仕上げ、表面に飴をコーティングします。ごまを振りかけて完成です。今回はさつまいもの飴炊きの作り方を紹介しました。ポイントは時間をかけてじっくり揚げ、二度揚げすることです。カラッと揚がったさつまいもに
飴をコーティングすることでサクサクした食感が2倍になります。もう一つはしっかり糸が引くように最後の仕上げを素早くしましょう。このポイントを押さえて作れば間違いなしです。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理ができる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。本格的な中華料理や簡単なまかない料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いいたします。